緊急警告、敵が侵入した。総員、戦闘配置につけ。これは訓練ではない。圧力ドアを閉鎖。敵がアテネを離れていきます。コルタナ、どうなってる？爆発はアテネ内部で起きています。マルタ無双、コブナントが何かを持ち込んだようです。爆弾を。では、ここも危ないぞ。チーフ、探し出してくれ。かかってきやがれ。そいつはガンか。それとガンか。ほら、チーフ、こっちだぜ。ちょうど乗船するところで出くわしちゃったのよ。そう、心配なく、ちょいとお待ちを。司令官、敵がファイアコン。第一編隊についてこい。巡航船を包囲して一隻ずつ片付けて。第二編隊はアサルト船だ。大至急爆弾を処理する。巡航船出発。我々が処理する。攻撃を開始します。アサルト船に突破された。まっすぐそちらへ向かってます。マジでまずいぜ。戦闘のアサルト船に集中砲火だ。原水は2番目を食い止めろ。前線で攻撃、後に続け。先頭のアサルト船はここを完全に無視した。司令官、奴らはまっすぐ地球へ向かっています。言っとくけど、爆弾の周りには大勢エリートがいるわ。何か手を考えなくちゃ。Thank you.
るんです。ミッションは待ってくれないわよ。シャキッとしろ。墜落現場を離れろ。早く行け。おい、聞けよ。飛行部隊と援軍を市内に送らせるわ。敵の対空砲火に備えて護衛してほしいの。下がれ。わかりました。護衛に向かいます。チーフ頑張れよ。コブラント軍の大部分がシップの真下に集結しているわ。あなたは招かれざる客ってところね。その橋が市内に行く一番の近道よ。出られるわ。ネズミがいっぱいでしょうけど、泳ぐよりはマシでしょ。コブナントの無線を傍受して分析したんだけど、どうやらかなり混乱してるわ。私やあなただけじゃなく、地球に人類がいるなんて思いもしなかったみたい。頭悪いわよね。でもだからあんなに小さな艦隊だったんだわ。前進。いくらでも諦めず。体勢を立て直そうとしてる。止めなくちゃ。
もしれない。ちゃんと運転してよ。ゴースト。ああ、足を動かせ。気をつけて。気をつけた。派手な歓迎パーティーだこと。これだけ？まさか。レイスを狙って、あれが元凶よ。部長です。狙うふりだけでも知りません。先生。元気？まさかスパルタンが援護に来てくれるとは思いもしませんでした。問題発生。なんてこった。何だってんだ。お前、文句言う許可を与えたか？このまま突っ込んでくるな。伏せろ。本気で奴にムカついてきたぜ。よし、いよいよスカラベを仕留めるぞ。相当手強いわよ、パイロットたちもね。
者殿の腕だろう。アビタ、お前はソードだ。静かにかつ迅速にこの異端を鎮圧するのだ。この嵐で敵は我々に気づくまい。奴らの連絡も混乱しているはずだ。奴らの寝首をかいてやるぞ。みんな、奴を始末しろ。私はオラクルを守る。真実を封じさせるな。奴らは尻尾を準備しているとは見た。リーダーを踏んだ背後に気をつけろ。ファントムを生き援護に向かわせろ。どうやら異端者のリーダーはこの辺りにいるらしい。着陸地点を一掃して突入しろ。異端者め、
預言者どもが誰をよこすのか楽しみに待っていたんだが、アービターとは光栄だな。ホロドローンを使っている。近くにいるぞ。出てこい、覚悟を決めろ。お前らこそな。リリだ。来る。フラットだ。
着陸ゾーンに戻れ。今からアビターがこのステーションを切り離し、異端者をシェルターから叩き出すぞ。神のご加護があらんこと、我々はこの犠牲を忘れない。ソードを使え。ソードならケーブルの拡散もわけはない。
預言者はどうやってお前の忠誠を買ったら、ああ、司令官の地位か艦隊か、それとも軍の役職か、大いなる旅立ちとやらのな。見てみろ、アビタ、こうした施設は10カ所以上、パラサイト専門の研究機関だ。だが物理はここだ、アビタ、結果はどうだった。膨大な時間と努力の果てにコアランナーが得た成果といえば、あの忌まわしい標本の群れだけだ。いやー、そして預言者たちが環境をあがめる彼らは一体どこへ消えた。旅立ったか。ははははとんでもない。こいや、アビタ、奴らがどうなったか教えてやる。この最新施設は我々に冬にも数百年前に建造されました。あのタレットを何とかしなければ。これはまた別の建物よ。
よかった。アンバークラッドに関してはまだ敵の無線には出てこないわ。変ね。コブナントは私たちの存在に気づいてるのにあまり警戒してないみたい。もうすぐ腰抜かしちゃうわよ。気をつけ、預言者の護衛よ。湖、どう見ても火山活動でできたものじゃないわね。人工的に作られたか、地殻変動によるものかも。あら、ごめんなさい、取り込み中だった。おそらくフォアランナーは遺跡の周囲に新しい建物を建てましたのね。遺跡を守るために。これは単なる憶測よ。検証するにはきちんと調べないと。外側の建物とは水面下でつながっているんだわ。これで降りるみたいね。それとも泳ぎたい？預言者のシップからハイチャリティとかいうところへの通信を傍受したわ。どうも真実と慈悲の預言者への正式な謝罪のようね。地球への攻撃は開墾の預言者のフライングだったのね。彼は人間の存在は予告されていなかったと反論しながら、自分の早計さを許すよう他の預言者たちに頼んでるわ。だからあんなに小規模の艦隊だったのね。でも預言者のくせにそんなお粗末な情報しかなかったなんてちょっと妙ね。
だ。開墾の預言者のシップにハイチャリティから返答が入ったわ。真実の預言者からの暗号化されたメッセージよ。聞いて、そなたの軽率さはコブナントの構想の成就を危険にさらした。だがその失態を公衆にさらすことは免れるであろう。それも慈悲の預言者と評議員のおかげだ。真実、慈悲、開墾、この3人が大祭司ね。開墾の預言者を倒せば奴らの統制を崩せる。まあ真実の預言者にとっては願ったりかも。近くまで来たけど、バリアンがかかってるみたいで、今他のルートを探索中。また連絡するわ。投げて、やっつけて。
預言者の護衛がそこら中にいるわよ。後ろに気をつけて。役立たずめが、私がやってやる。お前の存在自体が邪魔なのだ、悪魔め。私の説教を邪魔するつもりか？大変、ファントムが旋回してる。こっちに向かって撃ってくる気よ。さっさと退散しましょう。
ナントではありません。入り口を守るんだ。ここで何をしている？ラッドの襲撃です。援軍が来るまで何としてもここを守るんだ。
恐れるな。行けアミタ、援軍が来たらすぐに後。援ホーサーだ、チャレン。進め、私もすぐ行く。
ブルートよ。こいつら早く始末しちゃった方がいいわね。悪魔が評議会室に侵入したというのか？大祭司を守るんだ。出口を塞げ。そうは思わないけど。ドアの近くの台座に私を下ろして。あいつ、真実の預言者がインデックスを持ってるわ。奪うのよ。ドアのところに行って、行って。私がネットワークにいた方が真実の預言者を追跡しやすい。こっちよ。強調しろ。見つけ次第悪魔を片付けろ。奴らパトロールを強化してるわ。気を抜かないで。待って、海兵隊の IFF トランスポンダーをチェックするわ。シグナルはあなたの現在位置の仮想から出ている。こっちよチーフ、飛び込んで。隠れるつもりか。こっちよチーフ、飛び込んで。
いもんよ。まさかネットワークの内側から発見されるなんて。現在の将軍は聖なる国が使われる様を見守らず兵路に集まった。立ち上がれみんな。エリートとの一騎を乗る。何と見える。ドアを制圧した。坂の上には立てないぞ。様子を見てみない。おしまつり。待って、トランスポンダーが2つ反応してる。司令官とジョンソンよ。2人とも真実の預言者に接近してる。助けに行かなくちゃ。こっちよ、チーフ。まずいわね。墜落したアンバークラッドからフラットが出てきたらしいわよ。インデックスを手に入れて早くここから出ましょう。面倒が起こる前にね。Thank you.
めた。Thank you.
のスカラベのガンならコントロールルームのドアを破壊できるぞ。なんと見つけたのか。撃つな。ハンターが味方についたぞ。アービタ、我々と共に戦ってくれ。
カットダウンして。うっ、どうやって、もう親切な修理機を さっさと答えて。このようにこんなこいつの情報で出てきた髪を見込んだ。それだけ、ジョーション、やるわよ。ちょっと待った、まずはルートが先決です。あれは何？ビーコンです。何に使うの？超高速の通信システムです。周波数は。通信って一体どこと？他のリングとです。説明して。ASF プロトコルです。緊急シャットダウンが実行されると、システムは自動的に待機状態へと移行します。つまり現在全てのリングは遠隔操作が可能な状態です。遠隔操作？ここから？ご冗談を。聞け、ティンカーベル。もしお前が…ではどこ？リングの遠隔操作はどこなら可能なの？オークです。当然でしょう。で、それは一体どこにあるんだ？何者かが接近中。船体は識別不能です。味方でなければ排除しろ。こちら、スパルタン117。聞こえますか？オーバー。その無線を拾え。チーフ、君はあの船で一体何をしていたのかね。ケリをつけてきました。
もいない墓は沈黙に満たされた。私の役目は終わったようだ。だが私はまだ安らげない。質問がたっぷりある。私が尋ね、お前が答える番だ。いいわよ、始めて。